はい、皆さんおはようございます。新入です。私今ね、羽田空港にいます。羽田空港の JAL の桜ラウンジ内ですね。ちょっとね、バタバタしてね、ここから撮影開始になるんですけども、私今から、ともや、北海道に行きます。で、北海道に何するかっていうとね、キャロットクラブのね、馬を見に日帰りツアーでございますね。日帰りツアーとはいつもね、向こうでは、一泊するつもりです。あ、一泊じゃないな、二泊か。ということでね、シャワーですっきりしたのでね、ラウンジ内に戻っていこうかなと思います。よいしょ。はい、今こちらは羽田空港桜のラウンジ内。もうおなじみとなりましたね。いつも通り私は牛乳とそしてミックスあられを食べております。いやもうね、なんでね、毎回言われるんですよね。なんで ビールとかさ、お酒飲まないんだってね。いつも私、お酒は苦手ではないですけども、得意ではない方ですね。まあ正確に言うと晩酌しないって言うんですけどね。まあ体にいいんで、その分、まあでも多少のアルコール入れるのはね、体にいいとは言いますけどね。なので私はいつもラウンジ来たら牛乳です。なので海外のラウンジ行っても牛乳飲んでましたからね。でも意外とね、桜ラウンジの牛乳美味しいんですよ。なのでよかったらね、もし来れる方いたら桜ラウンジ内の牛乳よかったら飲んでみてください。残念ながらね、1名のね、オーバーブッキングを募集してたそうなんですけども、全員乗れたそうですね。これ最後の登場ですね。あ、まだ来ましたね。ということで残念ながらね、フレックストラベラーズでマイルもらえるんですけども、残念ながらマイルもらえなくなってしまいました。もらえたら嬉しかったんですけどね。ということで、はい、機内入っていこうと思います。はい、私がさっき紹介したね、フレックストラベラー制度、ちょっとさっき生で撮った時間違ってたんですけども、正確にはフレックストラベラー制度でございます。まあね、初めてこの制度聞いた方は何だと思うのかもしれないですけども、これはね、例えば飛行機って、例えば 100席の飛行機に対して、例えば120席とかね、130席とかきっと予約取ってると思うんですよ。でこのね、マックス30席取ったとしたら、30席席足りないんじゃないかってなっちゃうかもしれないんですけども、まあ当日何かしらの理由でね、要は、連絡もしないでキャンセルするかとか中にもいらっしゃるので、そうするとね、飛行機はお金回収できなくなっちゃうので、まあ正確には回収できるんですけども、遠回しに言えば回収できなくなっちゃうので、まあ、ちょっと気になる方はね、それはググっていただけたらなと思うんですけども、じゃあこれに、この制度をやりたいですっていうと、何がもらえるかっていうと、マイルがもらえるんですね。まあ、JAL のマイル貯めてない人はね、協力金 1万円がもらえることができます。で、もう一個は協力マイル7500マイルですね。これが欲しいんですよ。だいたいね、1マイル2円として計算するのが順当なんじゃないかなと思うんですけども。まあね、例えば、何がいいですかね。まあ、ファーストクラスで国際線交換するときとかね、もうえぐい価格になりますからね。で、7万円、1マイル、70し。なので、7万マイルでね、140万円交換することができるんですよ。これすぐお得ですよね。なのでね、その7万マイル貯めるの10分の1になるのでね、約。なので、ぜひね、まあ、時間に余裕がある方はね、このもし席足りませんってなった場合は、7500マイルもらうのも一つの手なんじゃないかなと思います。いや、むしろ俺これ欲しいっすね。今回残念ながらね、見事、ぴったりお続き収まったみたいなんですけども。あ、ちなみにね、例えば最終便とか乗ってて、次の日になっちゃうよっていう場合は、1万5000マイルもらえるんですよ。これ最高ですよね。で、プラス、JAL がホテル代とか、例えばホテル代からその、空港からホテル代に行くときの交通費も払ってくれます。なので、もしね、座席超過してますよっていうね、カウンターね、おそらく搭乗口ゲート前で案内するかなと思うので、もしそんな制度があったら、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。はい。今ね、もう
優雅な空の旅をしているところになります。で、私ね、ドリンクサービスが始まって飲んだのはビーフコンソメスープです。いやね、ほんとね、 JAL のビーフコンソメスープめっちゃ美味しいんですよ。まあね、まあ、木の中寒いからね、飲んでも問題ないかなと思います。まあ、すごく真夏の時飲んだら暑いかもしれないんですけども。で、私が今回乗ってるのがボーイング 737-800 でございます。単通路機ですね。通路は1個しかありません。なので、まあ、JAL の主要路線の機体としては結構小さな機体なんじゃないかなと思います。外見るとこんな感じですね。はい、飛行機はね、もう少しで新千歳空港を着陸するところです。今ね、高速道路、高速道路じゃないですね、1個前の新千歳空港の入るターミナルビル用の道路と今新千歳線が見えましたね。で、滑走路が見えて着陸です。まあね、そんなに揺れはなくね、まあ、ソフトなランディングだったと思います。パイロットさん優秀ですね。で、ここからね、はいはい、スポットに戻っていきたいかなと思います。まあ、今回なんでこの席通ったかっていうとね、逆噴射が見えるからいいんですよ。この逆噴射のこのエンジンのこのあれ開くところ、一個人的にはたまんないんですよね。最高です。はい、ということでね、無事新千歳空港、札幌新千歳空港に到着いたしました。いやね、もうね、快適な旅でしたね。ただね、まあ、この便がね、早朝便ってこともあってね、羽田6時半に出なければいけない便だったので、まあ、その分ね、値段は安かったので良かったんですけども、まあ、羽田から近い人はね、この安いね、飛行機乗ってみるのも一つの手なんじゃないかなと思います。私ね、今回 JAL パックで3万2000円ちょっと、なので3万3000円かかってないんですよね。往復の航空券と一泊のホテルがついてこの値段なので、すごく激安でした。なのでね、ぜひ皆さんも乗るときはね、 JAL の、ツアー、ホームページから入ると国内線国際線ツアーマイレージバンクみたいに並んでると思うので、ツアーからね、検索していただけたらなと思います。時々セールやってるんでね、まあ、今回セールで買ってるので、まあ、セールで買うといろんなオプションが付けられてお得です。よかったら覗いてみてください。ではね、今回もご視聴ありがとうございました。この動画がね、面白いかなと思ったら高評価や、そしてチャンネル登録お願いします。今回もご視聴ありがとうございました。この動画がね、面白いなと思ったら高評価やコメントをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録していただけると今後の動画制作の励みになりますので、とても嬉しいです。また他にもいろいろな動画を上げているので、ぜひご視聴ください。